じゃあそれでは今日今年最後の微積分の授業に入りたいと思います。で前回は定積分の重積分ですね、重積分の定義に入りまして、で最初に融解閉区間上の重積分の定義をしまして、でそれから一般のその融解閉集合上の重積分をどのように定義するかという話をしました。でその一般のちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、その重積分を定義をする際に、豆腐のモデルですね、豆腐のモデルを考えて、豆腐をいろいろ切り刻んでこう考えたっていう話もありました。で、前回の話の終わりの時に話したのは、その一般のその融解閉集合の重積分を定義する時には、最終的にその元になっている集合の面積が測れるかどうかっていうことにかかってきますという話をしました。でそこで、今日はその続きで、じゃあ実際にその面積がその測れるっていうのはどういうことかっていうのをこれから説明していきたいと思います。というわけで前回の授業の最後のところで、そのジョルダン速度という見出しをつけて、で定義関数という名前を書いたと思うんですけれども、じゃあ一応そこからもう一回、一応その次ですね、じゃあ定義の 5.3 ですか、ジョルダン外速度とジョルダン内速度の話から入っていきたいと思います。ちなみにこのジョルダンという名前について、前回の授業の際には数学者の名前っていう話をしましたところ、何人かの人から反応がありまして、こう皆さんこうジョルダンと聞いてこうパッと思いつくものはいくつかあるようですけれども、その中にその経路案内ですね、経路案内のウェブのサービスが確かあるで、よく使ってますって人もいまして、実は僕もよく使ってます。まあいいです。はい、じゃあ次定義ですね。教科書の記述とはですね、この授業では若干こう内容を前後しながら説明しておりますが、このジョルダン外速度の定義は教科書ですと174ページにあります。で、そうですね、174ページが175ページにありますので、一応必要な方はそちらも見ながら話を聞いてください。でまず B という集合をいつもの通りその R2 ですね、二次元のユークリッド空間の融解な集合とします。でそれから、B を含むような I というのを融解な閉区間とします。ですので、図で書きますと、XY 平面があって、その中に融解な集合 B というのがありまして、でそれをこう含むような、覆うような融解閉区間 I があるというふうにしましょう。で、この時その B の、この集合、この B のジョルダン外速度と内速度という量を定義するんですけれども、
まず B のジョルダン外速度は、解の B の xy、これは前回の授業の最後に定義しましたけれども、この集合 B の定義関数といいまして、この B の点では1という値を取って、それ以外の場所では0という値を取る関数ですね。で、この定義関数、解 B の有解閉鎖 i における定積分i における定積分という言葉が出た段階で一応思い出してもらいたいのは、その前回その重積分を定義をする際に、この有解閉鎖上、有解閉鎖 i の上でその関数の その定積分とか化積分という量を定義しました。それをちょっと思い出してみてください。で、今回はそのうちの定積分を使うということですね。で、定積分、その記号はどう書いたかっていうと、解 B、S のオーバーラインの解 B を表しますが、これを、μのオーバーラインの B というふうに、と書きます。と書きます。時々、定義の記号をするときに、イコールとコロンがついた記号を使う場合があります。他の先生でも使う人がいるかもしれません。で、これはどういう意味かもう一回確認しますと、このコロンの側にあるそのものですね、記号をこのコロンの反対側にあるもので定義しますという意味です。ですので、この場合は、newB という記号をは、新たに与えられたもので、これは、この定積分の値ですよという意味を持ちます。で、この定義、この書き方をしますと、その定義したい記号が、その等式の右辺に来た場合にも、左辺に来た場合にも、このコロンの位置をこうひっくり返せばこう使えますので、割とその数学の人はよく使っているんですが、そういう意味で使っていますので、注意しておいてください。で、これ、B のジョルダン外速度を定義しましたので、同様にしてジョルダン内速度というのも定義します。で、これは同じくですね、この定義関数解 B の i における、で、人間の素晴らしいところは、類推ができるというところでして、今のところ、コンピューターでそれを同じ能力を発揮するのは難しいんですが、じゃあ、どういう類推ができるかっていうと、上の定義で、上という字が出てきましたが、今度はそこを下という字にすればいいということですね。ですので、ジョルダン内速度については、この定義関数解 B の i における化積分で定義します。で、これを化積分はどう書いたかっていうと、S のアンダーラインって書きました。で、括弧の中にその関数を書きます。で、このことを新たな記号では、ν のアンダーライン B というふうに表します。ここまでいいでしょうか。で、じゃあ、こういうふうにその、一般の有解な集合ですね、B に対してその外速度内速度っていうのを定義は、このように書けるんですけれども、じゃあそれはどういう意味を持つものなんでしょうかっていうことをもう少しこれからもう少し直感的な説明をしたいと思います。
で、一応その、上積分と下積分っていうのは前回の授業でこう定義したんですけれども、もう一回復習のために少しそのどういうふうなものだったかっていうのを書いてみます。でもちろん覚えてる人は書かなくて、全て板書を写す必要はなくて、これから書く内容は先週定義した時に書いた内容も結構ありますので、分かっている人は先週のノートを見て、あ、これだったなってチェックしてもらえれば、別に無理して写す必要はないので、ちょっと確認しながら見ていってください。で、上積分と下積分を定義する際に、その我々は、融解平均 i というのを分割をしまして、でその分割に対して過剰和とか不足和といったようなその関数の値の和を考えておりました。ですので、まず最初にデルタっていうのがあって、それは i の分割のことを表していました。でこれはどのように書いたかっていうと、 i のスモール ij と書いていて、でもう少し細かく書くと、 i が1から n で j が1から m、ちょうどそうか、今日の小テストで出した範囲ですね。で、それに対して、それと、この i の分割したその各各その一応こう書きましょうか。融解平均 i があって、これを分割しましたよと。で、適当に x 方向の左から数えて i 番目、それから y 方向の下から数えて j 番目のこのマスを i の ij というふうに呼びましたというわけですね。で、この i のその ij のこのマス目の上で、この関数の上限と下限の値を考えていました。ある場合には最大値と最小値を意味するんですけれども、そこでその m の ij、ラージ m の ij っていうのを、この今考えているこのマス目のですね、ij 番目のマス目のこれ上限ですけども、最大値みたいなもの、それからスモール m の ij というのを同じくこの ij 番目のマス目の上での下限ですね、もしくは最小値のようなものというふうに定義をしてきた上で、その過剰和と不足和という量を定義しておりました。それももう一回書き出しますと、過剰和はどういうふうに書いたかっていうと、 S のオーバーラインの解 B セミコロンデルタですので、過剰和はある分割に対して一つ決まると、一つの分割に対して一つ決まるものです。で、それは、和の記号ですね、シグマが二重にかかってきて、意味としては、融解平均 i のこの一つの分割で各マス目に対して、この各マス目の最大値ですね、関数の最大値からなる部分のその豆腐の体積をどんどん加えていったものというふうに定義していました。一方で不足和の方は、S のアンダーラインというふうに書きましたけれども、これはやはり同じような積の和でして、もちろんここはこのところは
あれですよ、先週も書いたはずなんで、先週のこれで、あ、これだったなって分かる人は別に無理せず必要はないと。で、一応どういうものだったかというのをよく思い出してみてください。意味を思い出すのが大事ですから、闇雲に移しても、ね、あんまり手だけ疲れるだけであんまりご利益ないですから、それよりはちゃんとこれがどういう意味だったかというのを思い出す方が大事です。でこの場合は、こういった形でその各マスごとにその関数の値の、そのマスの中での、その最小値ですね、もしくは下限の、そのなるべく背の低い方の遠くの体積をどんどん加えていったというのがこの不足和でした。で、ちょっと気をつけていただきたいのは、今ですね、この関数、ね、この解の B っていうその定義関数なんですけれども、この定義関数っていうのは実はその値が1か0のどっちかなんですね。ですので必然的にこの large M の ij っていうのもこのっていう値はこの全てのマスで1か0のどっちかの値を取ります。1か0。でこの small M の ij っていう値もそのこのマス目の全てのマス目で1か0のどちらかの値を取るっていうところに気をつけてください。でそうして見てみますと、この例えば過剰和とか不足和っていうのはその本来はこの large M の ij とか small m の ij でこう高さが定まるその豆腐の体積を足していることになっているんですけれども、その豆腐の高さが今1か0なんですよね。だから1か0、これはそのこの解 B っていうこの関数の定義でそうなってるんですね。この点があそこにあるようにその B の内部だったら値は1ですと。B の外部だったら値は0です。だから関数としては例えばこの、こういう B という集合があったら、ここだけこう高さが1のようなそういう値を持つ豆腐だと思うわけですね。ですので、高さが1の時にこの高さが1の例えば関数の値とこのマス目の面積をかけたものは何を表すかっていうと、実はマス目の面積を表すというところに注意してください。もしこの過剰和とか不足和でこの値がですね加えられるとするならば、それはそのこの一つのマス目の面積が加えられるということですね。なんでかっていうと、この定義関数の値は、0でないときは1ですので、だから高さが1っていうことは、この高さが1のものに何か面積をかけたものというのは結局そこの、面積を表すということに注意してください。でもう少しその辺の話を続けます。じゃあ例えばそうですね、こんなふうにその今有解な集合 B というのがありまして、でそれをi で囲いましたと。でじゃあこの有解平滑間 i に対してある分割をしますと。じゃあ実際に分割をしてみます。僕は普段からあまりこう綺麗な図は書いていないのがこうバレバレでしょうけれども、とりあえずもうちょっと分割した方がいいですかね。もうちょっと分割して、ちょっとあまり訳が分からなくならない程度の分割にとどめておきたいと思うんですけれども、とりあえずそうですね、 B の境界、その有解集合 B の境界をちょっともう一回確認のために
こう書いておきますと、まあ、こういう形の集合だったとしますよね。で、その時にとその箇条はそのそれぞれ のマス目でですね、このその大文字の M の IJ と小文字の M の IJ の値がそのどういう値を取っているかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、この大文字の M の IJ っていうのはそのまあこの B、この BB の例えばそうですね、ここのマス目を考えてみましょうね。このマス目を考えてみると、このマス目を考えてみますと、その実はここっていうのは B のこの誘拐集合 B の内部ですから、そうするとこの関数解 B の値は常に1なんですね。この内部どこでも関数の値は1です。いいですよね。そうしますと、どこでもこのマス目の中のどこの点を取ってもこの解 B の値は1ですから、この、まあ、上限ですね、上限も当然1だと。最大値も1ですから上限も1だと。そうするとここのマス目ではこの M の IJ っていうのは、まあ、1ですよっていうことになります。で、下限はどうかっていうと、このマス目の中ではこの解 B の値は1しか取らないから下限も1だっていうのがいいですかね。同じ値しかどこの点でも同じ値しか取らないから、そこの中でのその関数の値の上限も1だし下限も1だと。まずそこを押さえておきましょう。そうするとこういう点ではラージ M の IJ もスモール M の IJ も値は全部どっちも1ですよと。で、そういうマス目っていうのはどこに存在するかっていうのをちょっと考えると、その完全にそのこのマス目のが全部すっぽりこの B に覆われている部分ですね。そういうところではこのラージ M の IJ とかスモール M の IJ っていうのはどちらも1になりますというパターンがあるっていうのをまず注意してください。だからこの場合はその一つのケースとしてはある IJ 番目のこのマス目が完全に B に覆われてますよって時、この時はラージ M の IJ もスモール M の IJ も1ですよというパターンがあります。で、次にそうですね、じゃあそうでない場所って何かありますかっていうと、じゃあ例えばこういう場所考えてみましょう。さあこの場所でちょっとじゃあ皆さんにまた投票しますかね。この場所でこの場所、よく見ますと、一応見ますとこの場所っていうのはこのマス目のどの点もこの B の外側にありますよね。 B の外側にある。じゃあここで、M の例えばラージ M の IJ の値をこう皆さんに聞きたいんですけども、このラージ M の IJ の値がいくつでしょうかっていうことなんですけど、じゃあちょっと1だと思う人、0だと思う人、決まらないと思う人、うん、大丈夫そうですね。はい、そうです。ここでは、M の IJ は0です。で、最大値が0っていうことは、それを超える値を取る、関数の値を取ることはできませんから、最小値も当然0ですね。で、そうすると、これはどう書けばいいかっていうと、このマス目が、マス目が、XI 平面で、かつ、B には全く含まれないときですね。そういう場合は、まあ、こうだと。で、じゃあ、これ、まずこの2つのパターンかな。いや、もう少しやるか。じゃあ、とりあえず最初に、このマス目がですね、完全に B の内部にすっぽり覆われている点、マス目っていうのを、とりあえずちょっと色をつけてみたいと思います。まあ、こういう黄色い色をつけましょう。そうしますと、どこまでそれが言えるかっていうと、
ここは言える、これも言える、これ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 、こんな感じですかね。ちょっとじゃあ黄色い斜線で囲います。そうすると、黄色い斜線で囲った部分っていうのはこの1に相当する状況を満たす場所だということは言えます。ここまでいいですか。で、一方で、2ですね、この全くそのマス目が B に含まれないよっていうところはあんまり塗ると色塗るとわけわかんなくなりそうなんで、ちょっとどうしようかな。一応難しいですね。あと赤と青にしておきましょうか。青は多分そんなに目立たないので、あまり逆に言うと目立たせたくない場所なので、まずここですね。それからこんな感じでしょうか。それからこんな感じですかね。あとこんな感じ。そのマス目が全くその B に含まれないところは青く塗りつぶしてみました、ね。で、じゃあ最後に残ったのが、残ったところというのがまだありますよね、何箇所か。で、それは、ここで見えますかね。カメラ入ります?大丈夫ですか?はい。ここで、じゃあこの残りの部分なんですけれども、残りの部分っていうのは、このマス目のとそれからこの集合 B との関係を見る その集合 B のと一部が交わってる場所ですね。例えばこのマス目を考えてみると、この部分は集合 B の内部にあるんだけれども、残りの部分は集合 B の外にあるというふうに、その集合 B の内側と外側の両方とこう交わっているマス目の集まりっていうふうに分かると思います。いいですかね。で、じゃあそれをどう書くかっていうと、このマス目ですね、この i の ij のマス目と、B の交わりが、空ではなくて、それでいいのかな。かつこのマス目とこの B の外側の部分ですね、外側の部分の交わりも空ではないと、まあ、ちょっとややこしいけど、まあ、こういう意味のことなわけですね。で、じゃあここでそのこのラージ M の ij とスモール M の ij の値がそれぞれどうなりますかっていう話をちょっと考えてみたいんですけれども、ここはもうちょっと少しこうこの定義解 B という関数の定義をちゃんと分かっている必要がある、あとその最大値最小値の意味を分かっている必要があると思うんですが、じゃあちょっとこれもちょっと投票で聞いてみますね。じゃあラージ M の IJ、今言ったこのまだ色を塗っていないマス目の中で、このラージ M の IJ の値がいくつになるかっていうことなんですけども、1になると思う人、はい、0になると思う人、はい、そうですね、大丈夫そうですね。はい、じゃあ次にスモール M の IJ の値が1になると思う人、0になると思う人、はい、大丈夫ですね、はい、そうです、はい。じゃあ、残りの3の部分を赤く塗りつぶしましょう。これもか、これも、これですね。
あ、これもですか。ここもだ。意外といっぱいある。ここもでした。これもですね。塗り忘れど、これはいいのか。これは青ですね。これは青。はい。ということで、実はその、ある誘拐な集合 B をですね、ある誘拐な閉区間 I で覆って、それに対してある分割を考えたときに、その分割の各マス目がですね、こういう3種類のに分けられるということが分かると思います。で、今度はこれとその過剰和や不足和っていうのはどう対応するかっていうことを見ていくんですけれども、過剰和で表されるマス目っていうのは、ここにありますように、ラージウムの ij をこうどんどんかけていった場所なんですね。ということは、この場合ですと、そのラージウムの ij が1の部分のこのマス目の面積の和ということになります。で、今、そのラージウムの ij のその、が1の部分っていうのは、どのマス目だったかなっていうと、この図でいうと、まず黄色いマス目ですよね。それから、もう一つはこの赤いマス目ですので、この過剰和、上の過剰和っていうのは、過剰和でこの実際にその計算されるこの面積、領域の面積っていうのは、この今の分割の図の中では、この黄色いマス目と赤いマス目の面積の和になるってことに注意してください。そうしますと、過剰和は黄色と赤のマス目の和です。で、一方で、じゃあ不足和の方はどのマス目の和かというと、スモール M の ij がこう1の部分だけ加えるってことなんですけれども、スモール M の ij の1の部分というのは、実はここにありますように、その黄色い色のマス目だけなんですね。ですので、不足和の方は、この今考えているその i の分割の中では、黄色いマス目の部分の、マス目の面積の和を表すということになります。ここまでよろしいでしょうか。一応この図、i の一つの誘拐閉区間 i の一つの分割を取ったときに、その分割の、どのマス目の面積を集めてきたものが過剰和になるか、もしくは不足和になるかっていうのをここで理解してください。で、ちょっと今かなりその回りくどい言い方をしましたけれども、そのもう少し直感的にそのこの赤いマス目とかですね、あと黄色いマス目の特徴を言いますと、実は見てわかると思うんですが、まず最初に不足和の方からいきましょうね。不足和の方はこの黄色いマス目の全体だっていうんですけれども、実はこれはある意味この誘拐集合 B の内側と言いますよね。その誘拐集合 B のこう領域で囲まれたちょっと内側の面積を測っているというふうに思えるわけです。ここがポイントです。これだけだとその B の内側っていうのがポイントです。で、逆に過剰和の方はその赤と黄色のマス目の合計を測っているんですけれども、これ赤のマス目の方を直感的に見ると、この誘拐集合 B のちょっと外側から面積を測っているというのがポイントです。ですよね。ちょっとその境界の外側から測ってますからね。ですからこの過剰和の方は、B の外側からこう、B の面積を測っているというふうにこう見えるわけです。というこの2つの点に注意してください。今の段階ではね。
はい。で、先ほどの定義でジョルダン海速度、ジョルダン内速度っていう定義をした際には、上積分と下積分っていうものを考えるって言いました。で、それが今説明したこの過剰枠、不足枠からどのように導かれていったものかっていうのを、もう一回前回の授業で喋ったことを思い出していただきたいんですけれども、この過剰和や不足和を上積分、下積分にこう近づけていくには、この分割をいろいろ変えてみるということですね。で、もう少しいろんな性質を用いれば、この分割をどんどん細かくしていくと。そうすると、だんだん、その不足和の方は、この B の内側にあるマス目の個数が増えていって、で、B の面積に近づくだろうと。で、逆に、過剰和の方は、だんだん、こうマス目を細かくしていくと、その B の境界からはみ出ているマス目が減って、マス目とその面積が減っていって、これもやっぱり B の面積に近づくだろうということで、その直感的に言うと、この上積分、このジョルダン海速度、すなわち上積分っていうのは、こちらの黒板に戻りまして、上積分は外速度はその B の面積を、外側から測った値というふうに見なすことができます。外側からっていうのは、こうちょっと外側のでこう面積を作っておいて、それをだんだん分割を細かくしていくことで、こう B の面積に近づけていくということですね。で、内速度、ジョルダン内速度の方は逆に、その内側ですね、この B の内側からこう B の面積を測ったというふうに見なすことができます。ここまでいいでしょうか。一応、今日最初にジョルダン外速度、ジョルダン内速度っていうのを定義しまして、で、直感的とか幾何学的なこの意味を今解説をしました。ここまでいいでしょうか。で、この定義に基づいて、今度はその面積が測れる、面積は、もしくは面積はき、こういうことである面積が決まってるっていう、その集合を定義します。どっから書きますかね。一応こっちから書きますか。一応ここでもそのサブセクションの見出しとしては加速集合という名前を付けまして、で、その面積が測れるということの定義ですね。それをこれから説明します。今説明した意味で、その面積が、図形の面積が測れるということを、ここではジョルダン加速と呼びますけれども、定義は5.2とありまして、ちょっと教科書で前後しますけれ、場所が前後しますけれども、教科書で173ページにあります。
で、そのジョルダン加速の定義なんですが、先ほどから今日から最初から出していますこの B ですね。B を R2 の誘拐集合とします。で、誘拐集合が、先ほどこれまで説明しましたこのジョルダンの外速度と内速度ですね。ジョルダンの外速度がμのオーバーラインの B で、内速度の方がμのアンダーラインの B なんですが、この両者が等しくなるときに、この B は、一つの言い方としてはジョルダン加速である。もしくは面積確定と言います。でさらにこのジョルダン外速度と内速度が等しいときにこの値をその B の面積と言います。で、その表記としては、μB ですね、一つは。アンダーライン、オーバーラインを取り去った μ の B。もしくは、B の絶対値のような記号ですね。もしくは、線形代数では行列式を表すのにも使う記号ですけれども、こういう記号で表します。ということで、だいぶ、回りくどいかもしれませんけれども、この重積分に必要なその面積が決まるっていう概念の定義ができました。で、このことを使ってその、いくつかの性質を示した上でその、リーマン積分その与えられた2変例えば今ですよ与えられた2変数関数がその重積分可能かどうかっていうことのその十分条件について少し残りの時間で説明していきたいと思います。で一つそうですね、この加速、ジョルダン加速に関する一つの性質として述べられているのは定理 5.6 というものでして、その内容をちょっと説明しますけれども、この B ですね、その R2 の部分集合 B が誘拐集合のとき、誘拐集合とします。
で、この定理 5.6 にで述べられている性質は、そのこの融解集合が面積確定っていう条件と、それからこの、B の境界ですね、境界の、ジョルダン外速度に関する、条件、性質なんですけれども、B が加速であることの必要十分条件として、B の境界、これはこの授業の最初の方でこう集合に関するいろいろなこう言葉を定義しましたが、その中に境界という言葉がありまして、でそれをまあラウンドの B というふうに書いたというのも、多分皆さん勤勉な人であればノートにも取ってあると思いますので、勤勉でな元勤勉でなかった人にはですね、一応僕のその授業の支援サイトに、授業のサイトに講義ノートがありますので、それで復習していただきたいんですが、まあ、この境界の、ジョルダン外速度がゼロに等しいという性質があります。まあ、一応時間の都合で証明はここではしませんけれども、まあ、なんでこういう話をするかっていうことなんですが、まあ、ちょっと一応図で直感的な話を確かめますと、まあ、例えばその B が、まあ、融解集合があったとしますね。でその時にその、まあ、大抵の場合この B っていうのはこう面積が決まってるわけです。で私たちがその融解集合っていう時にこう図に書くような集合っていうのは、大体その境界はほぼ滑らかですね。まあ厳密にはこれちょっと滑らかじゃないかもしれませんけれども、まあ有限項の点を除いて多分滑らかとも言えて、でこういう点だと大体そのこの境界 のジョルダン外速度っていうのはまあゼロになりますよと。じゃあ境界のジョルダン外速度がゼロにならないような集合はあるんですかっていうことは、多分疑問に持つ人もいるかもしれませんけれども、例えばそうですね、フラクタルっていう図形皆さん知ってる人もいるかもしれません。ある規則によってこう元あった図形がですね、こうどん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 その元あった図形がその中に相似して現れるっていうような図形があります。例えばそうですね、パッと思いつくと、まあ、こう三角形をこう並べた正三角形の中に、正三角形をですね、この同じ面積の等しい面積の4つの正三角形をこのような形でこう分割したような図形を考えましょう。でこれに対してそのじゃあこの、この3つの元の三角形の頂点を持つような三角形をさらにこう分割していきます。で今度はどこ分割したんですかね。今度はここに対してさらに同じようにこのようにこう分割していくというふうな形を繰り返しますと、そのこの操作をどん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 繰り返していくと、その元の図形がですね、このさらに小さい一部の図形にどんどん現れていくというような、そういうフラクタル図形の例もあります。それから、そうですね、ちょっと一応カメラで撮っているのであまり不正確なことは言えないので、ここではまあ、出しませんけれども、他の曲線の例として例えばその、まあ、一筆書きで書ける曲線なんだけれども、ある正方形の内部をですね、例えば長さが1の正方形の内部をこうある規則によって全て埋め尽くしてしまうような、そういう直線ですね、まあ、直線折れ線をフラクタルの図形として描くというそういうものもあります。ということで、実はこの世の中見てみると、その境界がですね、非常にこういろいろな
ルールを使っていくらでも細かくできてですね、そのジョルダン回速度がこうゼロにならないような設定を作るということが、まあ、数学的には可能な問題もあるということを皆さん知っておいてください。まあ、大体その数学っていうのはそういう、こうある意味病的な、ある意味普通我々がそんなに想像しないんだけれども、その問題の枠組みができてしまうと、そういうものからこう新しい理論ですとか新しい問題が発展するという場合もあります。ですので、まあ、そういうことを多分この重積分を考えた人たちもいろいろ考えたと思うんですが、まあ、そういう意味でこの B が加速っていうのと、それからこの境界ですね、境界のそのジョルダン回速度が0に等しいというのが同値だということが、まあ一つの重積分が可能かどうかということを知る上での一つの重要な手がかりになっているということを知っておいてほしいと思います。で、あとそうですね、時間が押してますんで、最後に、リーマン積分可能性の十分条件について説明しておきます。で、これは定理 5.8 に書かれていることなんですけれども、教科書でいうと、またちょっと飛んでですね、教科書の179ページです。教科書ですと、重積分の存在というサブセクションがついています。で、ここでは、D というのをその R2 の有解な加速集合とします。で、FXY っていうのをその D 上で定義された有解な関数とします。でさらにもう一つこの F に課せられた条件としては、ジョルダン外速度が0の集合 N を除いて連続であるとします。すいません、一応今日はこれで終わるので、もう少し続けさせてください。0の集合、まあ、N を除いて連続と。で、この時に実は、F は D においてリーマン積分可能であると。いうことが言えますというのがこの定理です。ですので、1変数関数の場合には、その、まあ、積分可能な、1変数関数が積分可能な、まあ、十分条件の一つとしては、その有解平方で連続な関数は積分可能であるという性質があったかと思いますが、大体まあそれに対応するものだと思っていいわけですね。で、まあ連続な関数はほぼ性質が良いと。でしかも、そのまあごくごく限られた点を除けばで連続であれば良いっていうことを言っています。
その5個限られた点というのが、ジョルダン外側のが0の集合というふうに数学的には書かれているということです。ここまで、一応その面積ですね、この重積分の定義に必要なこの面積の概念と、それから、リーマン積分可能性のその十分条件の一つについて今日はまとめてみましたが、ここまで何か質問ありますでしょうか。で、一応今後はですね、その重積分の基本的な性質と、それからあと一応今まではその前回と今回はその重積分のその非常に抽象的な定義を行ったんですが、そのじゃあ実際に重積分を計算できるようにするためにその類似積分という話をしたいと思います。で、今日ですね、見えますかね、一応、このクリスマスの日にまで、授業もなんだかなっていう人もいるかもしれませんが、その中で皆さんよく頑張ったなと、僕も頑張ったかもしれないけど思いますね。ちょっと待ってください、5秒待ってください。はい。ということで、ささやかですけれども一応持ってきました、皆さんに。ですので、ですので一応今日ですね、なんでこんなに授業なんかやるのっていう、むしゃくしゃ気分の人もですね、この甘いチョコレートで少し癒していただければというふうに思います。で、一応皆さん多分少なくとも1人1個行き当たるかと思いますけれども、これを食べてですね、でまたですね、今年も皆さん、筑波大学に入学して、いろいろ飛躍の年だったと思いますが、またね、来年も皆さんにとって良い年になりますことを願って、今年の年末の挨拶をしたいと思います。で、また年明けにですね、元気な顔で会えることを希望しております。ということで、今日はお疲れ様でした。良い年をお迎えください。終わります。お疲れ様でした。